構ね、トロッとしてくるんですよ。どうも、土井善晴です。今日の料理始まります。今回は札幌自慢塩ラーメン、こちらをですね、最高に美味しくするですね、やり方がありまして、これをやっていきたいと思います。すみません、土井先生、本当に僕は好きですということで、本当は料理のお兄さん龍二でした。今回はですね、さっきも言いましたけど、塩ラーメンでね作っていくんですけども、札幌自慢塩ラーメンっていろんな食べ方あるじゃないですか。で、僕はね、前に3分の1ぐらい日本酒にしてスープを作るみたいなのを、世界一うまい塩ラーメンの食べ方だと思ってたんですが、もっとうまい札幌自慢の美味しい食べ方を私見つけてしまいました。これ以上のものないと思います。今回はですね、札幌一番塩ラーメンを最高に美味しくする食べ方、これをですね、皆さんにお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、札幌一番塩ラーメンが1袋ございます。はい、そして鶏もも肉、これ 120g ぐらい、もも肉でお願いします。これからね、いいお出汁が出ますんで。で、ニンニクは下加減、あとは調味料は概要欄に書いてあります。もう言ってもいいです、もうお塩と日本酒、サラダ油のみです。こんなシンプルなので最高に美味しい塩ラーメン作ってしまう。これ世界一美味しいっていうのはね、日々更新されていくんですよ。世界一美味しいラーメンに対抗するのは世界一美味しいお酒ですね、だと思いますんで、今回は世界一美味しいお酒を、飲んでいきたいと思います。ですね、僕は世界一美味しいお酒はね、日本酒だと思ってますんで、銘柄を指定してしまうと批判が出ますんで、とりあえず日本酒ということにさせてください。僕の主観ですよ。飲んでいきたいと思います。くーということでやっていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。もうね、結構簡単なんですよ、これ。で、ニンニク、まあ、ニンニクはね、香りを出して、くれますんで、あと香ばしさですね、僕はもうニンニク入れていきます。はい、基本的にニンニク入れればね、大体の料理が美味しくなります。はい、なんで僕は頼ります。はい、美味しいか美味しくないかっていうのはね、やっぱね、もう人それぞれなので、ね、僕はニンニク大好きなんで、やっぱ美味しさにはニンニクいるかなっていう風に思いますね。はい、やっていきます。はい、はい、じゃあ切り終わりました。はい、そしたらですね、今度は鶏肉、まあまあできるだけ薄くそぎ切りしていきます。まあ薄くって言ってもそんな、まあ、これぐらいです。はい、箸でつまめるぐらいの感じで、本来はね、お野菜とお肉ね、一緒のまな板っていうのはあんまり良くないんですけども、今回はどちらも、十分に加熱してしまいますんで、あんまり気にしなくていいです。はい、ね、で、生で使うものを一緒にするのやめてくださいね。はい、鶏肉のこうカンピロバクターが移ってしまいますんで、両方加熱する場合は大丈夫でございます。はい、まあ、それでもたまに言う方いらっしゃるんですけども、まあ、家庭料理ですから、はい、そこまで神経質になることはないと思います。はい、ね、その代わりね、これ肉切ったらね、まな板ちゃんと洗ってくださいね。下ごしらえはこれで終了。はい、ここに今回フライパンで作ります。はい、まあ油小さじ2杯ぐらい、ニンニクからじゃなくて、ちょっとさっき間違えてニンニク入れちゃったんだけど、塩、塩ね、ごめん、塩振るんだ、今日ダメなの、塩ね、ここで振ります。はい、ここで一つまみの塩ねを振って、まず鶏肉を炒める。はい、鶏肉の皮目をパリッとさせていきます。先に油を引いておくことによってね、この鶏の皮の油がね、鍋全体に出てきますので、今回はね、鶏肉からのいい出汁も取りたいので、鶏肉の分量は結構多いです。はい、油がこ結構にじんでるの分かりますか。はい、そしたらですね、まあ、これ今中火でやってたんですけども、ここにさっきのニンニクね、入れていきます。ニンニクね、この温度だとすぐ焦げちゃうんで、よく見といてくださいね。はい、で、次に入れていくのがこの日本酒ですね。大体ね、100cc ぐらい、まあ、今ニンニクの感じこれぐらいですね。ちょっと焦げてきたぐらいで、ちょっと止めてください。で、ちょっと説明入りますけども、もし料理酒しかない場合、これ清酒なんですけども、塩分入ってないんですよ。で、料理酒ってのは塩分入ってるものがほとんどなんですけども、清酒と料理酒の違いっていうのは、塩分とか酢酸とかが入ってこのまま飲めないようにされてるってことなんですよ。だから僕が使ってるのは全部清酒なんで、料理酒飲んでるよってよく言われるんですけど、実は全部飲めるお酒なんですね。清酒って未成年買えないんですよ。そういった場合は料理酒にしてもいいんですけども、
ども料理酒って塩分が添加されているので、最初の鶏肉に入れるお塩は入れないでください。あと、これを煮詰めるんで結構しょっぱくなってくるんで、塩分は調整してくださいね。後から入れるお湯のお水の量をもっと多くするとか、そういった類でございます。はい、今回は清酒なんで 100cc 入れてこいつを煮詰めていきます。で、ここで、かなり煮詰めてしまいます。そうするとね、わかりますか皆さん、結構ね、とろっとしてくるんですよ。こうすることによって日本酒の旨味がかなりね、ここに残ります。あと鶏の旨味が、はい、そうするとどうですか、白濁してきたでしょ。このスープが美味しいので、ここで、沸かしていく。で、沸いてきましたね。そしたらここで札幌一番の麺を入れていきます。はい、スープはまだ、札幌一番はね、スープの香りが飛んじゃうんで、スープは後入れを推奨してます。で、麺がほぐれるまでちょっと煮ていきます。あ、麺がほぐれてきましたね。麺の硬さはね、もう人それぞれ好き好みがありますので、まあ僕は割と硬めの方が好きなんで。そして麺が柔らかくなってきたら、ここでスープを投入です。で、ここで塩ラーメンスープが入ることによって、この白濁したスープがさらにね、さらに白っぽくなってきます。はい、で、混ざったら火止めます。はい、ね、これちょっと待って、スープがさ、もうそもそもうまいからさ、どうやったって美味しくなるんだけど、でも、これを、このスープが一番うまくなる方法って、僕、このニンニクと鶏の酒蒸しをスープのうまみに加えることだと思ってるんですね。はい。で、最後にトッピングいくんですけども、小ネギを、もう入れます。はい。小ネギはね、あった方がいいと思います。で、ここに切りごまですね。切りごまをパラ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 。はい、じゃあこちらで世界一おいしい札幌一番マーク2完成でございます。それではできました。食べていただきます。いただきます。日本酒の旨味ってすげえんだなって思うよ。これスープが脳のこうですね。これね、ブラックペッパーあると思います。あ、うん、胡椒いいね。もしくはラーの油でしょ。たまらんな。胡椒と両方入れてもいいね。うん、合うな。胡椒ラー油最高でございます。札幌一番好きなやつ、いただきます。よいしょ、いただきます。よし、あー、うまっ。鶏とニンニクの旨味がかなり出てる。うん、あと日本酒ね、煮詰めた日本酒、うまっ。いや、もちろん札幌一番の塩だけでも全然好きなんだけど、ほんと濃厚になってんの、うまみが。実はみんな骨からの方がうまい出してると思ってる、肉の方がうまい出してる。あー、そうなんだね。肉と骨が両方ともあるのが一番いいんだけど、肉の方がどっちかっていうと旨味めっちゃ出るの。いやもうそのまま食べるし飲めるし最高だ。これマジでやった方がいいと思う。うん、この旨味を体現したら絶対に、あ、鶏肉買ってきて今日は塩ラーメンにしよう、絶対思うから。なんで土曜日春でした。すいません、本当にすいませんでした。あー、いい仕事やな、これも最近ね、もう酒飲んで仕事すんじゃねえみたいな、もうコメントも結構見受けられるんですけど、もっと言ってください。はい、めちゃくちゃそのコメント見ながら飲む酒が一番うまいので、はい。